9月に入った今日も各地で猛暑日となる予想で、熱中症警戒アラートが発表されています。この先2週間程度は気温が高い日が続く見込みです。今日から9月ですが、県内は真夏のような厳しい暑さが続いています。上越市高田や新潟市中央区では34.8度など猛暑日に迫る暑さです。日中の最高気温は阿賀町津川で38度、長岡市で37度、湯沢町で36度などの予想で、環境省などは16日連続で熱中症警戒アラートを発表しています。気象台によりますと、この先2週間程度は気温が平年より高い日が続く見込みです。さらにこの先1週間は30度以上の真夏日が続く予想で、熱中症や農作物の管理などに引き続き注意が必要です。